心よりお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。運転免許が失効していながら車を運転していた清水区選出の中山真珠県議は会見で謝罪しました。この問題では所属していた富士の国県民クラブが中山県議を除名処分に。最大会派の自民改革会議と公明党県議団は辞職勧告決議案を提出する方針を示しています。午前、富士の国県民クラブは問題発覚後初めて対面で総会を開きました。今日は情報の共有とこれからのことについて少しお話をさせてもらいました。今後についてはまだ会派の総会の中ではそこまでの話にはなっていませんけれども、まずはお話を申し上げた通り、ご本人の回復を祈って、で本当は早いタイミングで会話ができればそれに越したことはないなっていう状況で今はとどまっています。その後、昼過ぎから開かれた議長や各会派の代表による代表者会議。県議会の中澤君彦議長が各会派の代表に対し、面談が体調不良を理由に2度キャンセルされ、未だ実施できていない状況を報告したといいます。本人の進退については、私は別に関係ないと思ってます。議会として、議会がこの犯した罪に対して、どういうふうな処分判断を下すかということを考えればいいと思ってます。中澤議長によりますと、中山県議から体調不良で来月末までの休養を要するという趣旨の診断書が出ているということです。その間は乗っても大丈夫。県議会最大会派自民改革会議は、まずご本人からの議会に対する説明はですね、どうしてもやっぱり私たちとしたら求めたいといいますか、そういうのがあってからというのが本筋かなと思っておりますので、そういった意味で状況を見守りたいということです、はい、引き続き状況を見守る姿勢を示し、当初今月下旬にも中山県議に対する辞職勧告決議案を諮る方針でしたが、9月定例会への先延ばしが現実的となっています。